昔、道館で討伐軍に攻められただな。あの時は驚いただよ。しかも相手には芝将がいた。相手が弟でも容赦しないのが芝一族だ。弟であればこそ止めてやるのが兄の役目であろう。芝氏はすげえな。おいら知り合いとは戦いたくないだよ。やつとて愚かではない。理由があるなら刃で問うべきと考えたまで。お前は熱いのか冷めているのかどうにもつかめんな。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。気になる噂を耳にいたしました。遠州の地に妖魔の大軍がいるとのことです。ならば真偽を確かめに行こう。もし本当なら妖魔を鎮圧せねばなるまい。私も行くわ。その話なぜかわからないけど気になるの。傭兵間での勝利により討伐軍は張飛、本多忠勝ら蜀徳川の将の協力を得る。これにより成都への道が開けた。だがそこに急報がもたらされる。楽器を打つため静ヶ岳に武田上杉の連合軍が集結。さらに義軍までもが合流した。これを放置しては古市城へ向かう楽器の背を突かれてしまう。馬将らは静ヶ岳へと急ぎ軍を返した。はあ、こりゃ参った。武田と上杉に加えて義軍まで揃っとる。よっぽど楽器は嫌われとるんじゃな。しかしこのことが証明しておりましょう。共通の敵を前にすれば人は力を一つにできると。ですが敵は我らでないことを知らせねば。親方様と謙信公相手にどこまでできるか。ですが全力で挑みます。
我が信念を炎となす。北の砦が手薄なんが逆に怪しいような。東の方から攻めるかの。敵は信玄公に謙信公、義の軍勢までおる。用心しとくに越したことはないじゃろ。と、雪村が来るかね。これは楽しみじゃの。金継ぎだ。楽しみ。七流鬼、朽ちるまで戦う所存。七流鬼、神のごとき軍略を持つお二人がある。力どこまで通用するものか。胸を借りるつもりで挑むのだ。全力で当たれば発動が開けるはず。アナリュウオン、さよなら。どう、やりますな。それがしが参ろう。参る。よし、しゃあ、義の軍勢が集まっているようだな。そうそう、不在か。眉間にシワが寄ってるぞ。あ、ちょ、一族の敵っちゅう曹操との因縁は知ってる。だから笑えとは言わん。ただ肩の力は抜いとけ。肩肘張って生きるのも疲れるじゃろ。引っかかってくれちゃったね。この時代の伏兵が転生したのはむしろこのためか。裏の裏を書かれたな。だがまだ巻き返せる。一気に突破するぞ雪村。下だ。私も罠じゃったが、囲まれてはまずい。なんとか突破してくれんか。我が軍略を見よ。キャー、ここで北の伏兵も出すか。鮮やかな戦運びだろう。感心しとる場合じゃねえ。ダメか、救援をくれんか。いたぶろ、それがしが参ろ。お前たちもダッキに力を刃を抜けるブレ殴るさえよ。お前、お前がダッキに使おうとは。全て人の世を守るため、鏡を盾とする所存。加工トントロが相手でも危険。報告します、僕の増援が接近中とのこと。休み間もなく畳みかけてくる。手を組む戦か。敵増援は恐らく桁の際対ならば止める方法はある。進行ならばここで本陣を狙うはず。どうしよう。敵増援の勢い続かねば危う。俺を捉えろ。わしの若い頃に比べればまだまだ。助かったぞ雪村。よっ、耐えているな雪村。よっ、イサブロッと終わりにしてあげる。それがすまない。
投資チャージ、この子もよ、イタブロ、楽しませて、楽しませて、楽しませて、それがしが前、一度猛徳に報告するか、敵将討ち取っちゃった、それがしが前、この法令名物真の三国無双、わしの若い頃に比べればまだまだじゃ。敵本陣を目指せばよいのですね、剣士。武田騎馬隊の力存分に引き出してやろう。私の知略に勝てんと思いか、私に勝てるつもりか、ここで家計と見事ですよ、加熱。よし、進軍は止まったな、この息に押し返すぞ。何、あなたと、よし、手柄はくじけた、今こそ反撃に移る。ヒット、ヤッカネツ、あなたは人間間につくのです。魔にギアリと見ておりますゆえ、僭越ながら神に挑んでおります。斬新残念、良き覚悟ですよ、加熱。ではその覚悟を見極めるとしまし、聞くことが、そのまま負けではない。敵将法令名が討ち取った、聞くことが、そのまま負けではない。参る、イタブロッド、終わりにしてあげる。守備隊長、それがしが参る、参る、戦には無用だ、我が魂今こそ披露せん。いい戦ぶりだ、敵将討ち取ったり、投資よ、チャージ、この友よ、よし、それがしが参る。
とし天を呼びせ。おかしいねわしら、雪村も兼継も敵なのにその活躍を自慢するなんて。さて、そろそろ雪村の顔を見に行こうかね。金継ぎが殺そう、天心の地層になる。参る、アナナ竜王儀。アナナ竜王儀。わしの若い頃に比べればまだまだじゃ。アナナ竜王儀。アナナ竜王の武者、アナナ竜王。わしに付き合え。さあ、たまの首もらった。はっ。雪村、まっすぐな目をしておる。今の道が正しいと信じてるのかね。はい、何一つずることはありません。終わりにしてあげる。耐えているな雪村。それがすまんの。ダイヤ、さっきと共に行く道、容易じゃないよ。みんなを敵に回してそれでも行くか。みんなの未来のために。雪村の覚悟見せてもらったよ。あとは本気のわしを超えてもらおうかね。やられちゃったね。やったぞ、我らの勝利だ。他の君主の動きが読めぬ以上、謙信と信玄が協力することはできません。上杉、武田まで奪起についたと思われれば無用な戦乱を生みますから、代わりに私が同行しましょう。これが上杉と武田の本心、そう思っていただければ幸いです。真田の戦、ここに本能寺に織田軍が集ってるらしいね。本当ならすぐに職に行きたいんだけど。織田に背を見せることになるか。信長様なら間違いなくついてくんな。ま、ここは半兵衛たちに任せようぜ。本能寺の軍勢が片付けば道が開けんだろう。独り言を。わかりました、私がお手伝いいたします。
本当に優しい人だこと。困っているものは見過ごせないのですね。ガニンの神髄見せよ。この魂、ここに披露せん。王者の出現を防ぐためダッキは古市場に向かった。竹中半兵衛らはその童貞が安全に進むよう周辺の勢力を抑える役目に回った。長藩の地に
織田軍が集結しているとの情報が入ってきた。半兵衛は早速迎撃に向かうとともにある手を打った。それは人間同士の争いを避けるため、そしてダッキの思惑が人間にあだなすものであった場合のため、さまざまな状況を考慮して考え出されたものであった。どうもダッキさんは信用できないんだよね。何か企んでそうでさ。我らの小中には卑弥呼がいる。問題人質って、相変わらず黒いな官兵衛殿は。では潔白な軍師殿は何を考えたの。わあ、こっちは嫌味だよ。報告する。我らの道を阻む織田の軍勢に蜀の一軍が合流したようだ。これまでのオロチ戦の経験があるからかな。こういう時の連携無駄に早いよね。まあいいや、俺なりに手は打ってあるからさ。任票投射。諸葛亮さんと光秀さんが相手か。嫌な組み合わせだね。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。続けて鉄砲隊出なさい。さすが光秀さん、単純だけど効果的に攻めてくる。ではこちらは出てなさい。少々稚拙な罠ではありますが、伸び切った敵の底に見つくのが十分でしょう。これが稚拙のようだ。さすがは我領諸葛亮。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。俺も手を打ってあるけど、まだちょっと時間がかかるんだよね。それはちょっと見やすいかも。誰か助けて。それがすまない。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。私の知略に勝てるとお思いか。なんだこりゃ、何がか。そう、戻ってくるのが遅すぎたか。わしの恩人によくも。誰だ、誰がやりやがった。それがしが参る。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。次こそ我が知略でお前を倒す。敵死を王黎明が討ち取った。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。こいつは恐れ入った。
覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。あなたたちがダッキに協力しているのね。何を考えているのかじっくり聞き出してやる。それがすまんまい。悔しいが、なら引かねば。敵心奥義。やっ、法令面は打ち取った。ウィス。騎兵を駆逐した。それがすまんまい。決めなせん。立派立派。面白いな、あなたたち。敵は北から流れ入るよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。見事だ。あなたは我が策に欠かせぬ。ウィス、森を固めろ。勘兵衛殿、お見事。それじゃ俺もやってみるかな。それがしはマイル。アナナ流奥義。我が魂、今こそ披露せん。それがしが無理。待てよ。ケイ、敵主、法令明が討ち取った。アナナ流奥義。裏を襲ったのはおめえらか。ケイよ。全然役目に違いなかったね。これ、話を聞いてもらえそうになった。さて、これがものでどう。待たせたな。ここからは俺たちに任せとけよ。ウィス、もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。結構な長旅だったってのに元気なこと。官兵衛の仕事。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。五と北条から援軍を呼んでいた。さすがは竹中半兵衛殿。ですがこれも計算のうちです。参る。敵の策のさらに上を行くと諸葛亮殿の慶眼には感服するばかり。今が好機ですね。打って出ます。まねえな。助けに来といて助けられてちゃ邪魔はねえ。諸葛亮に裏をかかれるとは。アナナ流奥義。すまない。
立派だ。アナダ流奥義。さあ、これと勝負だ。覚悟しろ。アナダ流奥義。おお、おぜんなよ。くれたか、感謝する。よくやったが、まだまだ小さい。それがしは参る。それがしが参る。ダッキに協力するだろう。あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。信長様に報告しなくて。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。手間かけさせちまったな。さあ、取り返していこうぜ。あなたすごいよね。よし、私も負けないんだから。こいつ、結構やりやがれ。すみません、本当は私たちが助けに来たの。私の知略に勝てると思いか。おお、やるじゃねえか。マイルス。アナダ流奥義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 。朽ちるまで戦う所存。スイッチ。消えよ。それがしの前で。それがしが参る。参る。なるほど。劉備殿と家康殿に報告する必要があります。敵将討ち取ったり。元気だったか、父さん。親方様。おい、どうした。劇的勝利に男泣きか。だって、もう会えないと思って。てか、泣いてません。いつもの小僧に戻った。
やったぞ、我らの勝利だ。俺らがみんな死んじまう未来だ。寝言は寝てからいいっていうところだな。普通は親方様、信じてくれるんですか。当然だろうが、出なけりゃこんなところまで出張ってこねえよ。ついでにてめえの涙見せられたんだ、信じるしかねえだろ。孫悟と北条の協議の結果、半兵衛殿の言に真ありと判断した。これよりは我らも協力しよう。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。しかし天井殿の誤解なんとかならなかったものだ。まあ、あの御仁の説得は無理だろう。となれば誤解そのものをなくすか。任完遂せ。やってやるぞ、何度でもな。平の清盛に率いられた妖魔軍が各地で人間を襲撃していた。日を追うごとに勢いを増す妖魔軍に対し、英雄たちは苦戦を強いられていた。各愛、森蘭丸、豊臣秀吉は劣勢の中で懸命に戦っていた。しかし妖魔の群れを従えた平の清盛を止めることはできず、三人は三方ヶ原へと追い詰められる。ここまでか、いや、ここで倒れるわけにはいかない。希望の明かりが見えないならば自らの手で灯すまで。英雄たちは勇を振るい、迫り来る妖魔軍に挑む。ここまではどうにか逃げられましたが、敵の攻勢は緩みませんね。このままでは我々の命も風前の灯火。私などに構わず、どうぞ先に長篠へ。
何を言うとる、かくわい。お前さんも一緒に生き延びるんじゃん。しかし、このまま逃げ切れるとは思えません。一体どうすればいいのでしょうか。それはこれから考えるんさ。三人よれば文殊の知恵っちゅうじゃろ。フィリオス様、この近くで仲間らしき将が龍馬と戦っているとの報告が入っています。本当か。うまく合流できるとええんじゃが。ランマル、カクワイ、早速行くぞ。ああ、お待ちを。俺たちの家は壊させない。おい、人間ども、おとなしく捕まって清盛様の傀儡となれ。北東から長篠に抜けたいところじゃが、いちいち敵を倒しとったら進まんの。無理に倒すことはありません。先に進むことを優先しましょう。海岸に龍馬と奮戦する武将が、あれは大井殿では。一人じゃどうにもならんじゃろ。やられちまう前に合流するんじゃ。ランが先陣を切ります。ついてきてください。メッシドキュこれを苦戦と思えない。私はどこか壊れているの。素晴らしきご活躍です。追うぞ。それがしが参る。これを苦戦と思えない。私はどこか壊れている。お見事にございます。見事や。敵ではなさそうな。あなたたちも龍馬と戦っているのかしら。敵は多勢、戦ってもキリがありません。どうに長篠へ抜けましょう。逃げる人間ども、血祭りにあげろ。諦めてもやりません。必ずや活路は見出せます。そう、こんなところで倒れるわけにはいかない。逃げてばっかりじゃ心機臭くなっちまっていかんわ。ここは一丁あがき方を変えてみるかの。
けるな。それがしは参ろ。花の竜王、これ気当てろ。迷惑花の竜王、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 敵将ストッタリ、花の竜王、報告、花の竜王、妖魔軍と戦う一団がいる模様。我々以外にも妖魔に狙われている者が、彼らも援護しなくては。わかりました、急いで向かいましょう。ガラッチュー、彼らは知っているかしら。確かめるためには負けてもらっては困る。それがしが参る。その活躍に力づけられた。アナナ竜王、アナナ竜王、待ちな。前方向を通りたきゃ、俺と勝負していきな。なかなかやるね。素晴らしきご活躍です。開けよ。お見事にございます。それがしが参る。花火もらった。うちは粗末にできん。撤退じゃ。避けろ。我が輩が直々に
つの日に我が術を地層して死んぜよ。血が行方を取るとは。しつこい妖魔でしたね。まったくじゃ。さあ長篠に急ぐぞ。俺たちの勝ちだ。この先も勝ち続けてやるさ。どうにか敵の包囲を抜け出せたようね。お前さん、これからどうするんじゃ。なんならわしらと共に行かんか。いいえ、それはできません。やるべきこと。それは一体どういう。お互い無事に目的を果たせることを祈り。おい、ああ言ってまったか。何か思い詰めているご様子ですね。ご無理をなさらなければいいのですが。そうじゃの。ま、しゃあないわ。わしらだけで長篠に向かうぞ。よし、よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。覚悟しやがれ、ドアホーども。長藩の戦いを経て、呉北条の協力を得た討伐軍。これにより戦力が大きく増すとともに、この時代での後ろ盾を得ることができた。しかし、すべての勢力が味方に回ったわけではない。半兵衛らのもとに再び織田軍の情報がもたらされる。本能寺に大軍が集い、奪起を待ち受けているという。その中には魔王織田信長の姿があり、さらに戦界の猛将復帰も参陣しているという。激戦を予感させる布陣。出撃の名乗りを上げたのは北条氏康と孫策だった。魔王織田信長、戦界の猛将復帰。この戦いなかなか厳しいものになりそうですね。時間を超えてきた奴らはここまで戦いっぱなしだったろうからな。ここは俺らが一肌脱ぐとするか。よっしゃ、魔王と仙人が相手ならすぐはねえ。熱い戦いを楽しもうぜ。
関東の獅子のお出ましだ。ここまで兵を集めて狐狩りの支度か。焦ねえよ、こっちは未来を背負ってるんだな。さあ、どうも仙人も俺が相手してやるぜ。やば、強じよ。あれがダッキに協力する者たちか。さて、彼らは聖誕者か。よっ、それがすまないの。士気も高まりましょう。お首もらった。あれか、撤退せよ。披露せん。Yeah!
るか。敵士を王黎明が討ち取った。この調子で突き進め。急ぐとしよう。相模の獅子に獲物を狩り尽くされぬうちにな。この虎がこれより加勢しよう。おじい、おじい、来てくれたんだな。君、散るまで戦う所存。おじい、今場所に大量の火薬が。これを沈めつけば凄まじい火災となりそうだ。よし、今だ。撃て。いかん。ここで鉄砲を使っては。刀流を。なんと凄まじい火災。このままでは。信長様、信長様、ご無事ですか。このまま進軍を許すわけにもいかん。すでにここまで火の手が。申し訳ございません、信長さん。私はここまで。そろそろ頃合いじゃな。自分の目で見極めるとするか。それがしが参る。おお、やるじゃねえか。ラッキーを守るとわしに見せてもらおうか。守る理由は聞かねえのかい。てめえもなんか噛んでやんな。待てよ。ちょっといたぜ。やめんじゃねえ。穴田流奥義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 。飛ばせ。これがしが参る。穴田流奥義。次はどけ。殺せ。マグヤ、
崩れの時から参った。絶望の未来を希望の道を開くために参りました。やはり人の子は強い。まだ足りぬ。さらに強じようぞ。決めらせん。この武者わしに付き合え。遅えぞ孫権、どこで油を売ってやがった。不満な宇治康だが、獲物はまだまだ残っているようだ。チャリめえだ、残しておいたんだよ。では始めるとするか。あと獅子の狩りを。アナナ竜奥義、アナナ竜奥義、アナナ竜奥義。一段と冴えておいでですな。ねえ、ヤハゴ魂、今こそ披露せん。やめんじゃねえ。まるでよ。けい、けい。歴史を売っちゃっといたぜ。それにしは参る。参る。アナナ竜奥義。アナナ竜奥義。我の魂、今こそ披露せん。アナナ竜奥義。アナナ竜奥義。アナナ竜奥義。マジ。やめんじゃねえ。それがしは参る。決めせん。マイケイヤンシムヤン、もう黎明は討ち取った。七竜王義ハン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 、いい働きだ。シャーピンヤン。七竜王義、七竜王義、飛ばせ。ダメんじゃねえ。抑えておいでですな。それがしの前。決めせん。決めせん。ここまで来たのに、あなたたちを駆り立てているものは何？未来を背負っちまったんでな。まあ、信長もバカじゃねえ。お前らも直に背負うことになるぜ。アナナ竜奥義、アナナ竜奥義。シャーッ。アナナ竜奥義、アナナ竜奥義。はい、そう、討ち取ったり。あなたたちが見ているもの、興味あるの？アナナ竜奥義。我が魂、アナナ竜奥義、今こそ披露せん。アナナ竜奥義、アナナ竜奥義、アナナ竜奥義。飛ばせ。ダメんじゃねえ。ダメんじゃねえ。ダメんじゃねえ。それがしが参る。飛ばせ。それがしが参る。
しょう。王黎明が撃つと。ウヌラの真意を信長に示す。鬼滅戦。守りを固めろ。鬼滅戦。この法令は勇敢。真の三国無双。おお、一段と冴えておいでですな。今こそ敵将討ち取ったり。やれやれ、終わったかい。よっしゃ、熱い戦いだったよな。やったぞ、我らの勝利だ。話はかぐやの嬢ちゃんから聞いたな。うん、想像以上に事態が広がっておったわ。ダッキに何か考えがあるらしいんだが、いまいち信用できねえ。で、だ。そろそろ俺ら君主同士、手を結んでもいいんじゃねえのか？なんかあったとき、人間同士で争ってちゃ対処できねえからな。よかろう。まずは信長と氏康、孫を結ぼう。ゾウけどよ、すんげえ火のつき方だったな、親父。あれ、親父がやったのか？いや、事故のようなものだが、光秀殿には無用な怪我を負わせてしまった。火薬さえなければ光秀殿も仲間となってくれただろうにな。神さんにいい土産話ができたな。